せーの、 BTU アニメラボ。さあ今週もね、カオスチャイルド参りたいと思います。撮影スタジオこちらテレオオカズ写真館アート秋葉プロデュースの場合ガイナークスからお送りしてるぜ。いやーチャレチャレ、そんなチャレキャラじゃねえないよ。本楽しい、よろしくお願いいたします。さあ今週もね、いつもの通り自己紹介省いて本編の方を始めてまいります。本編はですね、お父さんとの直接対決が始まったでございます。で、まあ、OK さんがね、さらっと死んじゃったね。あ、さらっと転がってね、今転がってるけど、あのなんか赤い涙を流したり、どこが妄想とかどこが思考誘導とかがなんかごちゃごちゃになっちゃったから、どうでした、今週。ちょっとよくわからなかった、なんかごちゃごちゃする。まあ、最終的なボスが一応お父さん今のところ、なるんだね。そこなんだよ ね、 でお父さんがなんか昔のゲームみたいにいろいろ装備して俺戦えるぞって昔の悪い科学者みたいな感じで出てきた。ゴーストバスターズじゃないですね。急にあそこまでお父さん出されてもなんかしっくりこないよね。そう、やっぱ裏を読んじゃうから、これはこれでなんか怪しいな、知ってたけどみたいな。あれ倒したら悪すぎて、あれわざと悪者になろうとしてんじゃねえのかパパは、まあ、誰かにまた操られてんじゃねえかとか、責任背負うとかなんかいろいろ悪者すぎやしません、喋り方でしょ、癖が全部悪者から大本通りのやつだよ。ハリウッドの悪役だよ。そう、あの最後に逆転をするっていうね、うん、主人公の最終目標を成就するためにみんな覚えてるような気がしなくて、そんな感じで、まあね、それもまあまあ先週からなんか感づいて、うん、全部掛け合わせてってもんね、渋谷にやって、うん、そうそうそう。でそのために動かされてるのが、まあ、主人公の意思、結局、うん、あとあれだ、お父さんとチャンバラして勝ったところでさ、もし何の解決にもなってないもんね。なんかね、うん、まあ、無罪の話し方が、まあ、自殺する、うん、するから行為みたいなことを勝手に言われてるでしょ、ガバガバな警察とメディアに、ガバガバだよね。あと、まあ、力士シールコスプレって面白いなと思ったぐらいだね。渋谷の街が最初にやったやつなんで、流行るぞー、はい、誰が作ったんだろう。ねえ、結構な集団でいるって楽しいね。超祭りになってたっていうぐらいかな、今週の感想はね。そうですね。なんかな、そんなもんで。死んじゃったよ。お姉さんが死んじゃったよ。お姉さん殺したのは、殺したのはどっちっていうか、まあ、自ら。自ら。二人をお父さんが洗脳してる、うん、でも、うん、あの感じだとお父さんが人工的な、まあ、幻覚見せて、うん、科学の力で作ったあの超能力で、はぁ、やっぱ魔法の杖みたいに使うから可愛いんだよ、ちょっと。それ本当なの、ハイパワーだ、ミュウ。古いテイプの悪役なんだよな、お前とも遊んでやらねえとなみたいな、もう一気なこと言うしな、あいつは。でまあ、セリカちゃんだけが気づいて、まあ、そのまま一方的に殺されと、うん、ねえ、なんだろう、思考誘導を見抜けたっていうね、見抜けたでしょ、うん、不思議な話、うん、あセリカ、まあ、いえ、お父さんと最終決戦で、まあ、戦うで倒したところらへんだんだんし、で結果倒されて、うん、顔をファーってされて、うん、ファーってされて終わったでしょ。ねえ、戦って倒したってどうなるのかなって、本当にだってそれこそ自分が本当に倒しちゃったら、うん、本当に犯罪者になるわけじゃん、ある意味ね、うん、殺人的な意味では。来週でもあれじゃない、こいつが犯罪者ですみたいな感じでこう祭り上げられてるとこから始まって、ああもう貼り付けじゃないけど、違う違う違う、迷いがみたいな、踏み取ってんじゃん、お父さんが、こいつこいつ殺せんじゃん、殺せんじゃん、こいつ俺が殺せ、俺は何もやってない、でも持ってる持ってる、生首、ああ気持ち悪いよ、ここにしまうのぐちゃぐちゃのやつ、しまったなんのかな、なんだ、すべての事件で、ね、だって、ね、民たちは知らないわけなので、祭りを楽しんでる。本当はもう、本当、だから、なんだろう、結果として、すごい組織があって、うん、そこまで言って、思考誘導かでも、だって、委員会もさ、本当に存在するのか分かんないじゃん、あんなのあれだったら、うん、まあね、まだ、大瀬は怪しいしな、怪しい、クジラさんかな。あの電話かかってきたのもなんであのタイミングであの電話かかってきたのか、それが本当に思ったね、うん、そもそも内容何なんだよとか、うん、あんな電話かかってきたら気になってくるだろうとかいろいろ思うんですよね。あれはただただ空気読めなかったって俺は判断しちゃったからな。でもそう今じゃねえだろ、ね、それみんな思った、思考誘導があるからもうわけわかんないんですよ。そうそう、操られてるって言われたら、でも思考誘導の能力は誰がそもそも使ってんのっていう、うん、
そしたらさらに黒幕がいて、それがクロシコルード使ってる可能性もあるじゃないですか。まあ、ね、もう主人公が自分でやっちゃってるとか、主人公がシコルードしてる可能性もなくはないです、ね、主人公全員やってる。渋谷の人も、お前は俺を恨め、で、来い、一旦恨め、一旦恨め、その後俺を認めろっていうところまで込み込みのシコルード台本、すげーなのかなって。で、ほんと全部自演、オツで、そこまで人生楽しみたい。フルで楽しもうとしてるんだから楽しむって言うなよ。でもお父さん楽しむ内容で、まあ、確かにな。実は父親が敵でしたから、確かにベタだもんな。だからなんでゆいちゃんは楽しませるための演出だと思う。そうね。でもさ、人一人はさ、うん、作れるわけじゃないですか。人一人以上のもの作れるんじゃないかなって気もしますよね。で、作って殺してるから、やっぱ全員好きなんじゃない。あうわリハかな、うん、リハセリフリハが作られた世界、まあ、そうか、リバイバル公演だもんな。リバイバル公演、ね、確かに再演なんだ、ね、再演だから、キャストを変えて、本当レベルの再演だからな。キャストを変えて再演してんだもんな。そうだなってなってくると、やっぱ前回と全く同じ流れだとどうなの。前回は、まあ、あんま詳しく知らない、主人公が前回主人公が無罪を勝ち取るって話、妄想の産物なんですよ。そう将軍がいて、あ、主人公が実は妄想の産物があるんですよ。なるほどね。へぇ、じゃあ妄想じゃん、主人公なんかいないじゃん。でも今回は一応主人公が妄想を作る側の方じゃん。あ、うん、なるほどね。だから どうなのかなっていう感じ。へぇ、また新しいの作っちゃうんじゃない。新たな、てなんか犯人こいつだよみたいな、うん、はいはいはい。でもまあなんか噂によると、うん、今回の話ネタバレだ。いやまあ別にその直接的な話じゃないですけど、なんでそんなとこにしてるか。ネタバレする。世界の終わりをつけるぞ。ネタバレするか。聞こう聞くんだ。刑事が今回のボタボタが最終的にロボノに繋がっていく事件のなんかきっかけというか、なんか今回残されたものがロボノに繋がっていくみたいな話を聞いたことがあるんで。熱い。今回残されたもの、今回全部解決しちゃうとロボノに話が繋がらなくなるって話を聞いたんですよ。解決するとダメなんだ。解決しなかった世界線の話、お父さんがつけてた話、全てのもう根っこから全部黒幕から退治しちゃうとロボノに話が繋がらなくなるらしいんですよ。プロパガンダ、プロパガンダ初めて言ったのよ。プロパガンダだから、どうしてもそういう話は繋がってないんでしょうけど、全然あのロボの10年くらいあってますもんね、今回多分。確か世界線的だから、でもなんかそこの話、事件のなんか確かに誰もいたわ、今週根っこにはなってるらしいんで、うん、根っこつかなんか声だけ最初の祭りのとこいませんでした。分かんなかった。なんか多分ダルの声が聞こえた気がしたけど、俺の赤い涙流したかもしれない。いてほしくて。そろそろ欲しいよ、欲しいよ、欲しいよ、欲しいよ。これくらいだったら祭りもいけるかもしれない。クリスがいるよ、現状でたらみんなだって逃げていく先秋葉原だったわけだし、なんかじゃないか、うん、秋葉原に逃げてたんだもん、うん、ねえ。で結局委員会は300人委員会でしょ、散々出てるような。でもそっか、なんか、ね、あれだよね、300人委員会全部出てるっていうのなんか、うん、こう言ってるらしいからね。種子島のそのアキちゃんとかがさ、変な能力持つようになっちゃったさ、あの時間を暮らすみたいな体感がちょっとなんか、うん、あれに繋がるのかな、その地震みたいな感じの爆発みたいな感じ、なんか光受けてるのかな、影響受けてるみたいな、分かんない、分かんないですね。それかなと思って、オカリもじゃあそれかな、リーディングシュタイナーのが自分で記憶知らずに過去行けるっていう、あの能力はなんか、かけらとしては繋がってるんじゃない、どっかでちょっと全部、そこも、急に楽しみになったぜ。すげえ、来週超楽しみだ。まあでもそんなにガッツリは絡んでないと思いますんで。そうなの、わかんないけど。出てよ、出ないかな、出ますように、ダイさんとか出ますように、お願いします。クリス出て。じゃあということで、じゃあね、今週よくわかんないだったけど、来週勝ちればね、どう結末、締めくくってくるんでしょうか。それはまた来週。That's it.